潮見町にある名古屋臨海鉄道潮見町線の貨物駅。現在貨物列車の発着はない。県営時代より休号地には広範囲に貨物線が伸びていた。これを名古屋臨海鉄道へ移管するにあたり、当初は貨物線を船見町線、潮見町線の2線に分け、それぞれの終点に北潮見町駅、南潮見町駅の2駅を設置する計画であった。 しかし、これらの貨物船を本線道とすると、貨車入れ替え業務に支障が生じることが判明し、また末端部に駅を設置するとその地点を基準に、運賃が設定され、入れ替え作業量が従来より高くなることも問題となったため、結局両路線を統合して、塩見町線とし、南側線分岐付近に、塩見町駅一駅を置き、9号地内の貨物船は、 すべて同駅の郊外側線とする形に変更された。これにより塩見町駅は広大な郊内を持つことになったが、設立間もない名古屋臨海鉄道がこれを扱うのは、ハードソフト面ともに困難であり、塩見町駅の貨車入れ替え作業は従来、通り日本通運に委託された。新たに埋め立てられた名古屋港九号地に開設された石油タンクから石油を輸送するために建設された。 基部となる創車場から3本の郊外側線が伸び、そこから多くの輸送所や化学薬品タンクへの専用線が設けられた。当初、共同石油、三菱石油、日本石油、ゼネラル石油、モービル石油、イデミツ交産、昭和石油、マルゼン石油という具合に実に多くの輸送所への専用線が設けられた。また、 ディノール油脂名古屋工場や三菱商事の薬品タンク等への専用船もあった。1980年代から多くの施設が撤去され、1990年代末期にはサンラックス、伊藤中商事、宝石油化学 M、C ターミナル、モービル石油、ジャパンエナジー、日本石油の各専用船が残っていた。全4社は、化学薬品を、53社は、 石油製品を扱っていた。その後貨物の取り扱いが完全になくなり、2003年10月1日のダイヤ改正で貨物列車の発着がなくなった。7、8号地への臨港鉄道敷設は名古屋港築港第4期計画に盛り込まれており、第5期計画では9号地をも県営で敷設済みとされていることから、当地への鉄道敷設は、 第4期工事期間中に実施されたものと思われる。名古屋臨海鉄道百八十一ピアニッシモ四二十五名古屋臨海鉄道百八十一ピアニッシモ五二十七名古屋臨海鉄道百八十一 p 十七白井二千六 P 百三十八奥田百五十三 p 九十六奥田百五十三 P313、名古屋鉄道1994、P966、AB 名古屋港管理組合1967、P367、名古屋臨海鉄道1981、P5、白井2006、P139、AB 名古屋臨海鉄道1990、P196、名古屋臨海鉄道1981、P42、今尾2008、 P62 AB 名古屋臨海鉄道1990 P197 ABCDEF 名古屋臨海鉄道1990 P198 ABCDEFG 名古屋臨海鉄道1990 P199 ABCDE 名古屋臨海鉄道1990 P200 名古屋臨海鉄道1981 P117、名古屋臨海鉄道1990、P109、AB 名古屋臨海鉄道1990、P202、AB 名古屋臨海鉄道1990、P203、名古屋臨海鉄道1990、P204、名古屋臨海鉄道1990、P205、国土交通省鉄道局2016、P15、名古屋臨海鉄道1981、 P164 名古屋臨海鉄道1981 P55 から56名古屋臨海鉄道1990 P38 ありがとうございます。